はいはい、皆さんどうもごきげんよう。私、イケメン鉄道系 YouTuber のひろきと申します。はい、というわけで気を取り直してやっていきたいと思います。今現在、千葉県の千葉駅に来ているんですね。今回乗車するのが、千葉発長野県の南渡り行きの、特急あずさ3号というものに乗車していきたいと思います。この特急、基本的に特急あずさ、中央線の特急あずさっていうのは新宿からだいたい長野県の松本まで行くんですけれども、今回の列車に限って、千葉県から、長野県の南渡りというところまで、一気に行くということで、中央本線のムーンライト信州81号という夜行列車があるんですけど、その夜行列車ですら新宿駅を23時59分夜の11時59分に出発しまして、で南渡りの手前の、白馬というところに朝の5時40分に到着するんですね。だいたい6時間弱の道のりなんですけれど、今回の、乗車する、千葉発南渡り行きのあずさ号に関しては、5時間10分ぐらいで、この道のりを結んでしまうというね、半端ない特急列車なんですよ。で、今回の2020年3月のダイヤ改正で消えてしまうということなので、乗車していこうと思います。というわけでちょっと早速、解説入っていきたいと、あと15分しかないので入っていきたいと思います。JR 千葉駅ですね。この時間帯に千葉駅来ることもそうそうありませんね。しかも全泊してますからね。今回は昨日の夜千葉駅に到着をして、これからあずさ号に乗車いたします。今回も週末パスを使って特急あずさ号に乗車していきたいと思います。時刻はあずさ号の発車が38分で、現在の時刻が20分ぐらいなんですけど、キオスクとか全部閉まってるんですね。これどっかコンビニでなんか買ってくればよかったな。ちょっと停車時間がそんなにないと思うんで、新宿とかね、他の甲府とか松本あたりでも停車時間があって 2,3 分ぐらいだったので、ちょっとこれ大丈夫かな。今の時刻6時23分ぐらいだったんですけれど、まだ15分前入線してないようですね。あちらには千葉の総武本線の209系が停車しております。この209系も前、千葉の大回り乗車で乗車したんですけれど、かなり空気輸送でしたね。僕が乗車した時は 20% ぐらいの乗車率だったように思います。今回乗る特急あずさ3号なんですけれど、昨日指定席を取った時点では乗車率 90% ぐらいあったんですね。駅ネットで調べた時にグリーン車に関してはあと2席ぐらいで満席だったんで、おそらくでもこの様子を見ると千葉から乗車する方は少ないんじゃないかなと思います。多分その新宿だったりとか八王子だったりとか途中駅で停車乗車する方が多いんじゃないですかね。千葉駅はそんなに人いないです。これなんとか朝ごはん調達することができました。大体のキオスクじゃないニューデイズって6時半に開くんですよ。だとするとこの発車時間8分前ぐらいのオープンになってしまうので、それだと購入することができないってことだったんですけど、6時にオープンしていたところもあったようでして、入線してまいりました。こちらの電車が今回乗車する特急あずさ3号、この千葉駅始発の長野県の南渡り行きの特急列車です。千葉駅の構図なかなか良いですよね。カーブで入ってきて、またインカーブっていうんですかね、またこちら側にカーブしてくる様子がしっかりと見て取れます。この列車かつては E351系という振り子式制御振り子付きの特急あずさ号スーパーあずさとして運転をされておりましたが、旧型の351系の方は2018年の3月には定期列車を引退、そして4月のラストランで全て中央本線から引退撤退をしております。だいたい入線は発車10分前ぐらいでしたね。28分頃に入線をしました。特急あずさ3号南渡り行きです。特急あずさ号編成がすごい面白いんですけれど、さっき撮った1号車で今映しているのはこちら2号車なんですね。であちらが3号車になっていて、で3号車で1回こう貫通扉というか別の編成にこう組み込まれているんですよね。別の編成に組み込まれているというか、その別の編成と連結しているんですよね。この多分 S202 編成っていうのが3両での編成で、こっちが多分12両編成、全部で12両編成なので S3 つ3両の編成をいくつかつなぎ合わせているんですかね。やっぱそうでしたね。先頭の1号車から3号車は S202 編成っていう3両での編成で、12両編成なので、こちら側稲毛方面先頭寄りの9両編成、こっちがまた別の編成になっているんですね。だから9両編成プラス3両編成というね、すごい変な連結というか運用なんですね。面白いですねこれ。前まではスーパーあずさ号でしたからね。スーパーという名のつく列車名称が、日本の鉄道からは消えつつあります。北海道の方でも2020年の3月のダイヤ改正をもちまして、
スーパー北斗、スーパー十勝、スーパー宗谷などスーパーと名の付く列車が引退することが発表されております。もともとは旧型車両、旧型の特急電車との差別化を図るっていう意味でスーパーっていう名前つけたんですが、もうね、差別化どころじゃないですよね。もう違いすら分かんなくなっておりますので、確かにスーパーをつける意味はないんじゃないかなという印象を受けますが、ただ北海道といえばまだスーパー特急の印象が強いですね。なんならこの中央本線のこのあずさ号もスーパーあずさっていう名前、まだ僕の中で定着をしております。2017年までスーパーあずさでしたから、僕は中学生高校時代はもうこの中央本線の特急といえば2号7系のあずさ、開示後に加えてスーパーアズサ351系でしたからね。本日も JR 東日本をご利用くださりましてありがとうございます。この列車は特急アズサ3号南小谷行きです。E353 系の特急列車の車内にはこのように新しい設備も搭載されております。僕自身恥ずかしながら東京の大学に通っているのにもかかわらず、この E353 系初乗車だったんですね。ですのでこの設備には非常にびっくりしました。高崎線や宇都宮線、それから常磐線、東海道線などのグリーン車と同じような設備になっております。頭上のランプでこの指定席が発売済みなのか、はたまた乗車することができる空席なのかを確認することができます。そしてとりあえずはお腹が減りましたので、朝食を食べたいと思います。千葉駅のキオスクというか売店はだいたい6時半からの営業でしたので、この列車の千葉始発時間が6時38分、ギリギリ8分間でなんとか、ご飯を購入することができました。到着時間はお昼前ですので、南小谷に到着してからお昼ご飯を食べようかなと思っていたのですが、途中駅でほとんど停車しないんですね。新宿を出て、確か立川に停車し、八王子に停車し、大月に止まり、そこから甲府と松本、そこから大糸線内を走行していきますので、ほとんど停車時間がなく、食事等も購入することができなくなっております。車内販売は確かあったかな、軽食のサービスはあったと思うのですが、お弁当の販売は確かやっていませんでしたね。秋葉原駅を通過中です。この駅のホームには牛乳やコーヒー牛乳ですかね、ヨーグルトやそういった瓶の飲み物を飲むスペースなども設けられております。ここもこの秋葉原の地域もバルブ撮影なんかすると非常に綺麗ですよね。歩行者天国の土地としても知られております。そしてこちらが新宿駅。新宿駅では相当のお客さんが乗車されたようで、この新宿駅に到着する前ですね、座席の頭上のランプがあるのですが、そこが黄色になると、もうそろそろお客様が乗車してきますよというサインなのですが、もう黄色いランプ点灯しまくりですね。列車は新宿を出て中央本線内、中央線ですかね、中央本線と中央線の区別ってどうつけるのかわからないのですが、立川に向けて走っております。かつては途中駅ですね、三鷹駅にもこの特急あずさ号だったりとか特急かえし号は停車していたのですが、もうすべて通過のようですね。三鷹駅に停車する特急列車は成田エクスプレスのみとなっております。僕の昔の頃ですね、小学校5年生6年生の頃っていうのは、乗り鉄もちろん旅をしていたのですが、お金がなくてですね、当時子供料金でホリデーパス、首都圏の、普通列車が乗り放題になるパスが確か1200円ぐらいで購入することができまして、それを購入して新宿駅から三鷹駅の間一区間だけ特急に乗る、250円で乗車することができましたね。増税前で子供料金だったので、その250円を払って乗車することができるので、よく三鷹から新宿だとか、そういう一区間、例えばあとは東京から大宮だったりとか特急赤城号ですね、そんな単区間の乗車をしておりました。はい、現在大月駅を出まして、ね、次の停車駅甲府駅なんですよ。ちょっと車内がいい感じに暖房が効いてて暖かいんで眠くなってきて、さっきもちょっと寝てしまったんですけど、ちょっと風邪薬飲んでてですね、でそれの睡眠作用があるみたいで、かなり眠い、やばいですね。進行方向左側にはこのような若干開けたような景色が見えてまいります。おバスのちょっとしょぼいバージョンというのが、適切でしょうか。おそらくあちらに見えているのが黒岳ですかね、川口港方面ですね、車窓向かって左側ですので、
三坂山地の黒岳、おそらく標高は1700メートルぐらいだったと思います。全然雪は積もっていないですね。まだ山梨県ですので、これが長野県に入ってくるとまた変わってくるんじゃないですかね。この動画を撮影しているのは確か2019年の12月頃ですので、そう、もう長野県は雪降ってるんじゃないかなという、そんな気持ちで乗車しておりました。お隣には中央本線の211系ですね。ロングシート、あ、クロスシートかな。これはちょっとクロスシートっぽかったですね。そして列車は山梨県内を走行中。この区間もよく来ましたね。ホリデー快速、河口港ではなくてホリデー快速ビュー山梨号という、小淵沢まで運転しているあの紫色の215系に乗って、この区間、おお、うんこ鉢巻きだ。ミュージックホーンを鳴らしての入線。こちらはおそらくなのですが、長野県の松本駅です。多くの列車が特急あずさ号がこの松本止まりになるのに対して、この列車あずさ3号はこれから大糸線内を走行してまいります。こちらが大糸線の駅ですね。確か、豊島とかそこら辺だったと思うのですが、この駅はあれですね、あのホームの床がコンクリートじゃなくて、ちょっと陸上競技場のような見た目をしております。毎回来て思うのですが、あの大糸線は本当に車窓が綺麗なんですよね。こっち側から見て、あちら側ですね、進行方向右側ですので、眺めているのは確か長野市とか篠ノ井とかあっちの方面だったと思うのですが、こう山々には雪が降り積もっております。そう、この大糸線もかつて運転されていたムーンライト新州号という新宿からの夜行列車ですね、白馬駅まで行く夜行列車がありましたが、その夜行列車ではこのように大糸線の景色を堪能することができなかったんですね。ですがこのあずさ3号では日中のこの景色、確かもう10時頃ですね、大糸線の景色を楽しむことができております。ただ12月ですが雪は少ないんですね。長野県なのにもかかわらず、やはり今年は雪が少ないようです。そして、途中で気づいたんですね、実は大糸線は左側の方が景色が綺麗なんですね。車内ももう割とガラガラでしたので、左側に移動してまいりました。やっぱりダントツで左側の方が綺麗ですね。あちらに見えるのが日本アルプスの北アルプスですね、立山連峰です。白馬岳、それから立山、剣岳からなる北アルプスが見えてまいります。綺麗に3号3系は大糸線内の駅を通過。これもまた映えますよね、景色に。青空が広がっておりまして、山々に、山の頭頂部に積もっている雪が非常に綺麗に見えます。田んぼとか畑にはもうほとんど何も生えてないというか、まあ、荒れているというか土が見えた状態だったのですが、この地はリンゴとか蜂蜜とか、あとは菜の花が有名だそうですね。途中駅信濃大町駅に到着。この駅でもあの新宿からの快速ムーンライト新州号という夜行列車ありまして、白馬駅終点なのですが、あの白馬まで行くと、あの南小谷方面に抜けるのにも松本に戻るのにも、あの列車の時間1時間ぐらい待つんですね。ですのでこの信濃大町駅でムーンライト新州号を下車して松本方面に戻るってことを何回かやったことがあるんですね。ですので僕も下車した駅でもあります。信濃大町を出ますと、もうほとんどお客さんは乗っていないという状況ですね。この割と首都圏中央線で見る E353 系がこのようにして雪の積もった山々車窓から見ることができるっていうのは、なかなかに違和感がありますね、いい意味で。石名散歩と呼ばれる水の湖がご覧いただけます。手前から木崎湖、中津南湖、青津湖の順に進行方向左手側に見えてまいります。少しの時間ではございますが、雄大な信州の景色をお楽しみください。またこの先、この電車は山間部を走行してまいります。一部の区間では駅の通過の際のポイント通過による列車の揺れがございます。お立ちのお客様はお気をつけください。
アナウンスにもあった通り、この大糸線の沿線ですね、信濃大町を出ますと、車窓を向かって左側に西名三湖という3つの湖が見えてまいります。この湖もね、本当は手前側に雪が積もっていて、山々にも雪が積もっていたらもっと綺麗だったんじゃないかなと、そんな印象を受けました。透明度はまあ他の湖に比べたらまあちょいちょい透明だろうという、そんな感じなのですが、この3つの湖ではカヌーやフェスティングが楽しめるようですね。湖といえば北海道の神の子池という異常なまでの透明度を誇るコバルトブルーの神の子池ってやばいですよね。名前からして神がついていますからね。そんな池にも行ったことがありますが、そこと比較するとやはり透明度はちょっと劣ってしまいますが、でも十分に綺麗な車窓を楽しむことができております。これが3個で最後の湖ですね。山が綺麗だったらこれ反射して湖からの写真とかも余裕で撮れそうですよね。綺麗な写真が撮れそうです。そしてムーンライト新集合の終着駅でもあった白馬駅を発車しております。白馬を出ると次の停車駅は終着の南小谷駅です。すごいですよね。ムーンライト新集と同じ走行時間で、この列車は千葉から南小谷ですね、ムーンライト新集合よりも距離のある区間を結んでおります。そして隣には川が見えてきました。終着の南小谷駅に到着です。南小谷駅、こちら車両止めになっております。今、あずさ3号で到着いたしました。あっちの奥の方行くと、大糸線のワンマン列車の運転区間、新潟県の糸魚川方面に続いています。南小谷駅は半端ないほど雪がなくてですね、例年ムーンライト新集合で白馬駅に来た時はもっともっと雪積もってましたからね。これは多分ね、白馬の登山客にとってはいいかもしれないんですけど、スキー客でスノーボー客ですね、並々でしょうね相当。ということで中央線の最長特急ですね、千葉発南小谷行きの E353 系特急あずさ3号に乗車してまいりました。南小谷行きすごい綺麗ですね。すごい後ろ川と山々がこう連なっております。ちょっと見えづらいかな。なので観光列車みたいな気分を味わうことができたんですね。途中大糸線内に入った時に観光案内みたいな感じで、こちら左側の車窓に広がる湖がなんていう湖でみたいな案内をされていて、まるで観光列車のような気分を味わうことができました。ということで、あずさ3号を乗車してまいりました。ダイヤ改正、2020年の3月のダイヤ改正で消えてしまいますので、皆さんもぜひ乗車してみてください。それではありがとうございました。